はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、肩のね、痛いね、原因がね、判明したかもしれません。毎日ね、その朝起きて僕ね、その洗濯物回してるんですけども、ある日ね、その洗濯機のね、お風呂のお湯取り機能ってあるじゃないですか、あれが壊れてしまいまして、もう慌ててね、ホームセンターにね、その給水ポンプを買いに行って、なんとか助かってるんですけども、その給水ポンプの給水量っていうやつがあるじゃないですか、あれがね、やっぱね、遅いんですよね。なのでこれやったらもう自分でそのバケツで汲み上げた方が早いわと思って、でちょうどあれから2週間ぐらい前かな、ねえ、それぐらい前からね、やりだしたんですよ。できっとこれが僕のその左肩関節をね、襲った原因やと思います。給水ポンプを使ったらね、その10分かかるところをですね、自分で汲み上げたところね、まあ1分ちょっとで溜まることがね、分かったんですよ。もう70リットルぐらいなんですけども、それをね、こう引き出しにバーッとこう汲み上げて入れて、汲み上げて入れてってするじゃないですか。だからね、まあそんなに距離ないんですよ、お風呂場から洗濯機のある場所っていうのはね。だからほんまにすくって一歩歩いて入れる、すくって一歩歩いて入れるっていうぐらいのペースでいったら、ほんまにね、1分ぐらいでね、できたんです。もうだってね、その朝の10分ってね、もう長いじゃないですか、貴重でしょ、朝の10分間っていうのは。だからね、その自分でやりだしたわけなんですよ、早いからね。右手でね、浴槽からすくい上げて、左手で上から引っ張り上げて、でその体勢で洗濯機まで移動して、左手を上にしたままバケツを、傾けて流し入れるっていう、という動作で、いつの間にかもうこの左肩関節に疲労が蓄積されてたと予想されます。なのでね、もう明日からね、給水ポンプを使います。今日の朝もね、やったんですけどね、もうきっとこれやろうと思ったんです。でよう考えたらね、僕は今まだその仕事に行けてないので、時間に追われてるわけじゃないんですよ。まあ家事全般やってますけども、お買い物っていうのは奥さんが行ってくれてるんで、外出に関して僕時間を取られないんですよ。だからまあその1日のスケジュールで言うたら、朝洗濯物やって洗い物やって晩ご飯作るくらいなので、もうそれはね、なんか必要経費ならぬ、そのまあ毎日決まってかかる時間なので、もうこれは不動なものなんですよ。まあね、その時間をまあ追われてしまうことを強いて言うならば、この動画作成時間ですよね。動画撮ったりとかって編集したりする時間っていうのがあるんで、もうね、まあ、内容を考えて撮影して編集して投稿するっていう風な、これは、まあ、毎日内容が変わるので、毎日違うので、それぞれにかかる時間がね、バラバラなんですよ。まあなんとかね、効率よくしたいんですけども、なかなかうまいこといきませんね、それはね。まあ、そんな中ね、左肩が故障してしまったり、粘膜障害や帯状疱疹後神経痛が出てしまっているので、パフォーマンスがダウンしてしまうんですよ。辛いっていうか、痛い、もうほんまに。ほんで挙句の果てにっていうか、まあそのね、奥歯の歯の詰め物が取れましたしね、ほんまにもうね、笑うしか知らないですよ。でも話戻りますけども、そのバケツというもので、毎日使ってたバケツというのが、7リットルの容器のポリバケツのような、まあ、四角い容器なんですよ。100均に売ってるやつでね、ゴミ箱として使えるようなやつなんですけども、まあ、なのでバケツとして使うかと言われたら、まあ、そうではないので、手で持てるような、その取っ手がないわけなんです。そのね、形状がね、さらに僕の体にね、負担がかかっていたのかなと思います。それを持って、まあ、14、5杯連続でこう入れてるわけですから、入れ続けてるわけですからね。まあ今の僕の体からしたらすごい負担になりますよね。まあなりますよねって言ってもね、僕しかわからないことなんですけども。まあその一組一組っていうのは、その満タンで7、すり切れで7リットルなんで、でもそこまではいかないほどの分しか救えないんですけども、まあ5リットルは入ってますので、それをまあ最近真冬なのでね、まあ服もこの厚手になるし、着る枚数もね、増えるので、家族全体がそういう風に増えるので、まあ、ここのところとか毎日ね、洗濯機2回は回してるんですよ。まあ、このまま続けてるとね、まあ、さらにその疲労が蓄積されていく一方なので、ちょっとやめてみてね、給水ポンプに頼ってみて、痛みがなくなったら、洗面器のようなね、小さい2リットルくらいのやつからね、小さいタイプを使って、まあ、時間短縮とのちょっとの、まあ、体のリハビリのためにね、やってみます。痛みがなくなったらですよ、痛みがなくなったらするんですよ。でもまあそう簡単にはね、体の痛みがね、消えた試しがないので、しばらくはないでしょうけども、
もうほんまに何なんでしょうねこれね。もう以前にもそのね、うずだて伏せをしてたことでね、その腕の筋肉もそうなんですけども、まあその時になぜか同時にね、背中の筋肉も痛くなってね、その痛みにもね長く悩まされましたしね。だからまあ今回のね、その肩の痛みの部分も、まあ、筋肉やったら長く続きそうやし、もし筋肉じゃなくて靭帯とか腱などのね、他の組織やったらまあいつまで続くかも分かりませんしね、まあ、それこそねほんまに先日お話しした肩関節周囲炎かもしれませんしね、まあ、あまりにもひどく痛みが続くようであればね、まあ、ちゃんと病院に電話します、まあ、そんな感じでね、肩の痛みはお風呂の残り湯をバケツで洗濯機に汲んでいたからかもというお話でございました。そんな感じで今日は以上になります。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。